ジコです。本日は肉なしキーマカレーを作ってみようと思います。もうキーマカレーじゃないね。いつものように干し椎茸 10g 水につけて冷蔵庫の中に入れて戻しておきました。こちらをフードチョッパーにかけて粉々にします。で、今回はピーナッツはもうすでに粉々にしておきました。で、椎茸の戻し汁がもったいないのでこれをね、使おうかなみたいな。戻し汁 100cc でした。こちらに片栗粉大さじ1/2、醤油、大さじ1/2、ケチャップ、大さじ1入れて混ぜておきます。ピーナッツは 30g ぐらい。フライパンに火をつけて米油大さじ1程度入れて粉々にした干し椎茸を炒めます。ピーナッツも入れます。カレー粉、小さじ1/2、混ぜます。火を止めた状態で合わせておいた調味料を入れて混ぜて、再び火にかけます。とろみがついてきたら火を止めます。キーマカレーって何だったっけね。ご飯1膳分を器に盛って、カレーをかけたら完成です。さあ、お味はどうでしょうかね。今回は冷やご飯温めるのがめんどくさかっただけみたいだね。いただきます。美味しいんだけど、カレー風味がどこ行っちゃったのって感じだから、やっぱりニンニクと生姜は入れてやった方のがカレーチックになるかな。まあ、あと塩コショウもちょっとしてやった方のが味に輪郭が出ると思うのでいいと思います。あとは見た目的にね、また温泉卵か卵の黄身をね、ここの真ん中に乗せてあげたらそれっぽくなるんじゃないでしょうかね。まあ辛くないのでお子様でも全然大丈夫なので、辛いのが苦手な人が食べるカレーとして参考にしていただけたらいいんじゃないでしょうか。てなわけで本日は肉なしグルテンフリーキーマカレー作ってみました。参考になりましたら幸いでございます。いつも見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。バイナラー。